社会課題に対する企業の取り組みというのは経済活動とはトレードオフの関係にあるというふうに考えられてきました。 CSR の活動は自動的な中で進められてきたというふうに考えております。ところが2011年あたりからこの社会課題の取り組みと経済的利益というのは双方一緒に追求できるというふうな考えに変わって浸透してきております。ですのでサステナビリティに基づく事業戦略の重要性というのはますます大きくなってくるというふうに考えております。アステラスは最先端の価値指導型ライフサイエンスイノベーターとして革新的な医療ソリューションの創出に努めております。そういった意味では事業活動そのものがサステナビリティの向上に貢献しているというふうに考えております。まずアステラスが取り組むべき課題を特定することが必要だと考えております。一つ目が経営計画との整合性です。目指す企業価値向上のための取り組みの方向性と合っているかどうかという観点で検討しました。二つ目が外部環境変化との突合です。将来企業価値向上に影響を与えうる社会変化を適切に捉えているかどうかという観点で検討しました。3つ目が同業他社との比較です。当然捉えるべき社会課題を意図せず見落としていないかという観点で検討しました。特定された重要課題を優先順位付けしてマッピングしたものをマテリアリティマトリクスと言います。アステラスでは社会にとっての重要性、それからアステラスにとっての重要性として19の課題を設定いたしました。そのうち9つを最重要課題として設定しました。社会にとっての重要性は外部ステークホルダー、例えば機関投資家、それから政府、国際機関、NGO、NPO、業界団体、こういった外部ステークホルダーの興味、それからインタビューを実施して評価いたしました。また社会課題に対する経済損失の規模も考慮に入れました。アステラスが持つケーパビリティによって社会課題解決にどうつながるか、そのインパクトを評価しました。チームで作成したマテリアリティマトリックスは客観性、信頼性を担保した上で組織横断メンバーで構成されるコミッティで議論した後にエグゼクティブコミッティ、取締役会で協議し最終回いたしました。マテリアリティマトリックスは改定しましたけれども、これから実行することが大事だというふうに考えています。関連する部門とこの特定された重要課題について議論しまして、取り組むべきアクションプランを策定いたしました。今年度以降このアクションプランに従って取り組んでいくことになります。特定された重要課題の取り組みは経営層だけで実施できるものではないと考えております。マテリアリティマトリックスの改定以降ですね、興味を持って私のところに質問をしてくる社員の方が多くなってきております。また投資家の方からもフィードバックをいただいておりまして、アステラスらしい重要課題が分かりやすくなったという声もいただきました。アステラスのサステナビリティの取り組みは私たちの事業活動そのもの、あるいは事業活動を下支えするものと言えます。今回特定された19の重要課題、そして9つの最重要課題に取り組むことで社会のサステナビリティ、そしてアステラスのサステナビリティの向上を目指します。今後社員一丸となって社会課題の解決に取り組んでまいります。